さあトーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここでジルバスボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでゴーストの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、鋭い当たり、おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。両者とも大健闘です。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ今度はこれは効果なしです。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでサイコキです。効果は抜群だ。おーっとダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでズバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。逆転をついた。あーっと圧縮なく倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。ここで自陣攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでマダラトビの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪。おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでメノクアゲの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、狙い的中。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。
で自陣攻撃、大きなダメージ。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでブースターの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これは、おっと、急所攻め、激しい攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでギグダの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。きつい一撃。あーっと、熱くなく倒れてしまった。おめでとう、チャンピオン決定。Thank you.